っしゃー、行くぞー、よっしゃー。お前ら、お使いの内容覚えてんか。当たり前、ヘブンズハートを舐めちゃダメだよね。牛乳とバターなんて両方とも牛から取れる。牛から絞り出せば楽勝。うん、私だって自慢じゃないけど、正規人で最も偉いとされている鬼族の頂点。私がバカだと鬼族全員バカだよ。鬼族がバカかバカじゃないかはシーノッチにかかってるぜ。ふふ、私は地球に3年間過ごしてた。つまり地球の全て私の庭みたいなもの。格の違いを見せてやんよ。全部網羅してるんだから。それじゃあ各自目的の品を手に入れたらここに集合。いいね。ワーサラ操縦。ふ、知らないみたいだね。地球には大抵なんでも置いてある便利なお店があるんだよ。この勝負もらったー。バカな鬼族さんや、全員違う方向に歩いていったんだけど。鬼族の歩く風評被害なのでやめてください。パンケーキの素材を買ってきてって言っただけなのに。なんでこんな。ソルテがパンケーキミックスだけお土産で買ってきたからだろ。知らなかったんですよ。まさか他の材料がいるなんて、なんであれ一つでできないんですか。そういう商品なんだよ。とりあえず俺はフラの様子を見てくるよ。ゼロオーラで出してるから一般人と変わらないからね。私はシーノがバカしないように見張ってます。え、嘘でしょ。全然イチゴとかないんだけど。店員さん、なんでイチゴないの。はい、うちのコンビニイチゴなんて普通置いてないっすけど。だってここと同じ会社の別のコンビニにイチゴあったよ。あ、現地の特別販売品っすね。定期的じゃなくて一時的に販売するあれっすね。というか普通にスーパーで買えばよくないっすか。スーパーって何？どこのサイヤ人の話してるの。あざした。スーパーって何？何がスーパーなの。スーパーコンビニという伝説のコンビニがあるっていうの。これは困った。これは一苦労だぞ。よし、牧場発見。さすが、これで牛乳とバターも容易にゲットだね。でも結構牛いるけど、どの牛なんだろう。むしろどれでもいいのかな。やっぱり質のいい乳から出た牛乳がいいからね。最高品質を見極めるよ。あ、あの牛さんとかいいかも。おっと、か弱いおじょうちゃんがこんなところに一人で危ないね。他の牛とは違うたくましさ。君、上物だね。わかるかい？わかっちまうか。この鍛え上げたブルマッスルか。ねえ、聞き出せる。おっと、大胆なお嬢ちゃんだ。見よ、上品な牛脂の乗った牧場バラを。そう言われたら美味しそうって感想しか出てこない。焼肉会場では主役間違いなし。だが残念、この肉はおさわり厳禁。ファンタはここまで。肉より乳欲しいんだけどな。欲しがりさんね。だがファンの子を手ぶらで返したとなっちゃ、この牧場の名が廃れるってもんだ。この牧場でタンパク質豊富なプロテインミルクをやろう。加工にしていいぞ。とりあえず牛乳は手に入ったけど、バターがないんだよね。どうしよう、野良に聞いたらうるさいだろうし。そう、ボケしかいないとこうもおかしくなるのか。なんで牛乳からプロテインに変わるんだよ。とりあえず見守ろう、フラのためだ。すごく弱った。卵ってどんな形してるのかわかんない。シロップってどうやって手に入れるの。全然わかんないんだけど。だと思った。世間知らずの子にお使いなんて無茶なのよ。なんで本人が乗り気なのかがわからないけど、これ手助けしないと一生終わらないわよ。はぁ、あれ、シーノがいない？全然気配がなかった。確か卵は丸かった。つまりこれが卵だって。丸いんだもん。それただのハゲー。ダメ、あの子食べ物イコール生き物って概念強すぎて卵を勘違いしちゃってる。まずい、このままだと事件になる。それにホットケーキの材料にハゲた頭はいや。シーノ、何やってるの。卵調達。あれは卵じゃないから、とりあえず一緒に買いに行きましょう。周りに迷惑かけないためにも。私一人でもできたのに。人の頭本気で狙ってた子が言うセリフじゃないわよ。とりあえずここには材料売ってないから別のお店に行くよ。とりあえずこれが白物だから、私の名前は出さなくていいからね。へえ、これが卵とシロップ。もともとはこんな感じなんだね。過保護すぎたかな。さて、スーパーだけどどこにあるんだろう。もう歩き疲れたんだけど。ソフィア、まだ果物買ってなかったのか。パパ聞いてよ。コンビニにイチゴとブルーベリー置いてなかったんだよ。一番大丈夫だと思って放置してたけど、結構重症だったわ。ここがスーパー、いろんな食材とか日用品を置いてるから、食材は基本こういうところで買うんだよ。そうなんだ、せっかちゃんとパトっていつもここで買い物してたんだね。てっきりコンビニだけだと思ってたよ。海外だと現地調達とか、市場とか使ってたから一概には言えないけどね。それじゃあ行ってらっしゃい、ゆっくり買ってきな。なんでここで二人っきりなのに一緒に来てくれないの。お前ら競い合ってただろ。この協力者を味方につけたらダメなんて言ってないもん。使える武器はちゃんと使うもん。
フラもあの調子だとドターテに入らないだろうし、俺が買っておくか。あとビューニョルも。ミッションコンプリートだよ。これで笑顔で帰れるね。いやー、パトが私たちのこと心配して見に来ててよかった。やっぱり私はパトがいないとダメだねー。ほら、ちゃんとエスコート、怪我したら大変でしょ。次からはわからないなら聞けよ。はーい。結局パトさんも助けたんですね。まあね、スーパーに行かずにコンビニ行ってたらしい。あとは路頭に迷ってたよ。シーノはスキンヘッドの人を卵だと思って狩りをしようとしてたわね。もう少しで殺人事件起きてたじゃん。おっかないな。あとはフラだけど。プロテインもらってたくらいだからな、心配だ。あれ、私が最後、結構自信あったんだけどな。あのバカやりやがった、なんで牛丸ごと持ってきたんだよ。バターが牛のどこの部位かわかんないから牛ごともらってきたよ。お金はどうせ帝国だし。バターを牛の部位だと思ってたんかわれー。すごいね、これはバターと牛乳取り放題だね。贅沢にぶっかけられるね。もはやパンケーキじゃなくて牛乳とバターを食べてるってニュアンスになりそう。あいつら絶対にバターの作り方わかってない。すぐできるなら苦労しないんだよ。まあまあ、パトさんが買ってるのだからいいじゃない。それに気を利かしてマーガリンまで買ってきてくれてよかったわ。私素で忘れてたから。あの牛どうすんのよ。帝国で買うの？畜産と酪農も進出しちゃうのかい？まあ、これを機にいいんじゃないですかね。アリシアがいい感じにやってくれますよ。あの人全然まだキャパ余裕ですし。帝国さんアリシア流、安くてうまい。てか、神様のする所業じゃねえ。今更ですよ。でっかいね、しかもなんか臭い。これ危機だよ、魔王ことなき危機だよ、危機きたー。まあ、エリートですから、これくらい当たり前だよね。ああ、うんちしたー、最低、臭い。ちょっと、さすがに街中でうんちはまずいよ、片付けないと。じゃあ、第2弾、しかもさっきよりおめえ。すごい匂い。うへー、パパを、助けてー。はい、主様、後始末お願いします。もう絶対あの3人で買い物なんてさせない。頑張ってねー。シーノ、能力で削除しなさい。いや、ソフィア、不可能支配で吹っ飛ばして。無理、汚い。フラ、どうにか。主様なんとかして。いい加減にしろよお前らー。わあ大変、わがまま三重士だからなー。いただきます。はい、ゆっくり食べてね。楽しそうに食べちゃってまあ。いろいろ楽しんでたからね。私も料理ができて楽しかったかな。それはよかった。ヒヤヒヤした一日だったけど。あんな笑顔を見てたら疲れなんて吹っ飛ぶから不思議だよね。そうですね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。